白菜買いたいな。白菜、キャベツ、キノコ、定番のもの買ってみようか。人参、人参はあるな。パプリカ、量り売りっぽい。 Can I get a cabbage? Yeah, can I get half size? And this one?Half size. Yeah. ブロッコリー。ブロッコリー。あ、新聞がいっぱいもらえそう。Yeah. Small is yes. Good. Yeah. And this one. What is here? Yeah. Small is. Okay. Money. And this one. いっぱい買おう。パプリカ。I have carrot. Oh, what? It's a, I have carrot. No, I have carrot. Yeah, I have. Tomato. Yes, tomato. One. こっちも一緒の店。いっぱい買いすぎてもあれやけど、まあ。無料。No, it's okay. That's all. So I want to know how much one each year. Can I write? よかった。合計だけじゃなくてそれぞれの値段も知りたいから。そしてここ丸用に新聞紙がもらえて助かるわ。冇。有啊，菜心有啊，有麦胆有啊。我话一月号啊，冇咩行一半啊，有咩菜买啦？哦，好处。21.4。 もしお酒じゃない、お酒じゃなくてお肉もいいやつあったら後で買おうと思うんですけど、先にお腹空いたから奥でご飯を食べます。野菜いっぱい買ったんだけど20リンギだから650円ぐらいでした。まあスーパーよりは、ジャヤよりはさすがに安いとは思います。お腹空いた。今年は自炊の節約料理を皆さんにも見てもらえたらと思うので、せっかくなので近くの朝市とか、あとチョーキットの市場とかプドゥの市場とか、そういうところで買い物もしつつ、それを使って料理をしようと思います。本当に大雑把な料理しかしないけど、本当に手の込んだ料理の方がお金がかかるから、簡単なのしか作りません。ここはマレー系の人がいないから、多分本当にヒジャブしてる人はいない。中華系とインド系しかいないですね。あ、魚の美味しそうだね。今日お店休みかな。これ美味しそう。1月2日だからいつもよりは空いてる気がする。なんかこれのドライミーを頼みます。前美味しかった、うん、いやカリーミーも美味しそうだな。でも今暑いんだよな、うん、ドラ
イミーカリーミーマヨーナな、ちなみにポークミーも美味しい。マレーシアでも本当に経済飯っていうのかな、経済粉って書いてあるのはヌードルのことだったりパンのことだったり、なんだっけ、安い経済飯って普通に日本語でなんか言ってるのかと思ったら経済粉って書いてある。なんかこの肉いりますかって言われて、なんかちょっとグロテスクだったからやめといた。普通のチキンだけでいい。もう10時だから隣のお店は片付け始めて帰っちゃった。やっぱ朝市は朝一番に来るのがいいね。帰っちゃったね。奥に見える大きなスクリーンの建物がうちのコンドミニアムです。朝市とのギャップがすごい。するの忘れたけど、これがカリーミーです。
Can I get 100g? 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 Yeah, yeah. Half size, half size. Cut. Cut. Yes. Cut. Small, small. あ、もしかして半分欲しいって言ったつもりが小さくカットしてくれるだけかもしれない。まあいっか、鶏肉いっぱい食べよう。豚肉も買おうと思ったけど、鶏鍋、鶏鍋。Slice cut, and which? Yeah, slice cut. Yeah. You want shoulder or this one? Oh, this one. This. と生姜焼き食べたい。あ、先生そうだ。いや、なんかだけど先生。スライス、豚肉のスライスがなかなか売ってないから、お店で切ってもらう。Yes, rice cut. 45. I need small size because I don't need enough. I live alone, so.Yeah. You want half cut or ten? Yeah, 200? 200 gram only. 200 only. Can I? 結構大量に売られちゃうんだよね。ということで朝一でいっぱい鶏肉、豚肉と野菜をたくさん買ってきました。豚肉は1060って言ってたから、まあ、10リンギぐらい、300円ちょっとですね、320円ぐらい、200g で、鶏肉は多分 300g ぐらいあって、お釣りが11来たから、まあ、9リンギぐらいですね、まあ、270円から280円ぐらいでした。スーパーで買っても一緒ぐらいかもしれないんですけど、でも新鮮さが違うと信じて朝市で買おうと思います。